SXSW08 でのトニー・ジェームストニー・ジェームスはイギリスのミュージシャン、ジェネレーション X およびジグジグスパトニックのベーシストとして知られる。数学と計算機で最優秀の成績を収めて学校を卒業し、コンピュータープログラマーとして働いていた。後のザ・ダムドのブライアン・ジェームス、後のザ・クラッシュのミック・ジョーンズとテリー・チャイムズと共にパンクロックバンド。 ロンドン SS の創設メンバーだった。ジグジグスパトニック時代のトニー・ジェームス1986年、サンフランシスコで後にジェームスは初期パンクバンド、チェルシーに参加。メンバーはギターにビリー・アイドル、ドラムにジョン・タウ、ボーカルはジーン・オクトーバーだった。まもなく彼らはオクトーバーを除き、1970年代のブリティッシュパンクバンド、ジェネレーション X を結成する。 スティーブ・ベーターズとロード・オブ・ザ・ニュー・チャーチに曲ロシアン・ルーレットを書きセックス・ギャング・ジルドレンのアルバムをプロデュースした後ジェネレーション・ X の後を継ぎ1980年代のグラム・ロック・バンドジグ・ジグ・スパトニックをファッションデザイナー喧嘩手のマーティン・デグビルと結成彼のスペース・ベースはスパット・スタイルのトレードマークとなった当時ジェームスは 有名ジャーナリストのジャネット・ストリート・ポーターと関係を持っていた。それ以前にはマジェンタ・デヴァインと一緒に暮らしていた。彼女は自立した裕福なヘロイン中毒患者でバンドの代理人を務めていたが、後にポーターの力でテレビパーソナリティになった。1990年、シスターズ・オブ・マーシーのメンバーになり、アルバムビジョン・シングとその後のツアーでベースを弾いたが、 翌年にはシスターズを去った。彼はその後もツアー活動を続けている。また、彼のファンがまだいることをインターネット上で信じ、ジグジグスパトニックを再生した。さらに、元ザ・クラッシュのミック・ジョーンズとカーボン、シリコンを組み、ここではギターを弾いている。ありがとうございます。